さあ始まりましたゆうちゃろのエソト魂。今月やばい、まだ4月の13、4月まだ半分回ってないのにもうね52万5000円負けてんの。やばくない？どうやったらこんなに負けれんのってくらい負けてんだけど、安心してください。今日のエソト魂はある機種に特化した演者がゲストとして来てくれました。その人に学べば今日は絶対勝てると思うので今日は大丈夫です。さあ早速。お前さ、これ何？オープニング10時10分後、もうかなり時間経ってるけど営業してから、この間リール回せるだろお前。まあ、愛知で俺花々専業として来てんだよこっちに。やお前、まあ、1万回転回すために来てんのに、お前オープニングを撮ってお前みんな回してるぞ今。すいませんじゃねえよてめえよお前。どういうつもりだよお前。もう期待値の欠損えぐいぞ、うん、お前。なんか今日もダメっぽいっすね。嫌なんだよお前。愛知だったら殺されてるぞお前。さあというわけで今回のエソト魂ゲストは花々専業の森田さんということで、時間かかりすぎだよここまでよお前。もうみんなめっちゃ回してんぞお前。君のことあんま知らんのでじゃあいきなりキレられて、うん、なんや、うん、こいつってなってます。朝のカメラ回ってない時のいい人っぷりと今のギャップにやめてくださいついていけないんで、裏の話するのやめてくださいとりあえず回していいですか。あ、回しましょう。はい、俺本当に森田さんのことは知らないので、はいはいはい、自己紹介をお願いします。まあ愛知で主に専業をまとめている愛知の花々専業森田と申しまして今日は愛知からはるばる埼玉までやってきました。はい、愛知の花々専業の親なんですね。あ、代表です。親玉なんですね。はい、まとめてるんだ。もう全員知ってます専業そういう立ち位置の人だったんですね。なんか笑われる意味がちょっとわからない。俺まだキャップについていけなくてそのキャラなのね。分かった、そのキャラなのね。あ、そのキャラっていうかまあまあ、うん、キャラっていうかもそうですけど、うんうん、親玉だから尖ってる感じなのか、うん、まあ、だから今日は本当は花々打ちたかったんですけど、うん、まあ、ちょっと抽選で恐ろしい番号を引いてしまったんで、うん、もうみんな金派の狙いで行きましたからね。もうゆうちゃろさん何番でしたっけ。俺122です。122でも取れないですもんね。だって取れなかった。森田が来たら花々っていうのはやっぱりもう若い子にはもう周知されてんのかなって。いや若い子多いですよやっぱ今日。芸人さんで間違いない。そうですね、吉本興業5年目の芸人です。あ、で芸人やりつつ、はい、この演者活動もしていると。そうですね、うん、芸人の方で死ぬほど売れてないんでめっちゃ恥ずいんですよこれ死ぬほど売れてないんだ。あのなんか冗談で僕売れてないんですよっていう芸人さんいっぱいおるんですけど、うん、そういう人って僕から見たらまあちょっと売れとんですよ、うんうん、僕マジの売れてない人の中の売れてない人リアルに。吉本で5年目って言ったらまあ若手の若手というかまだ若手とも言えないレベルですよね。吉本さんって言ったら5年目、まあ、上には上がいるんですけど、うん、まあでも5年目って言っても、うん、ある程度ちょっと実績残せる人は残していくぐらいの、ちょうど芽が出始める感じですね、はいはい、もうずっと土の中にいるんで僕そんなずっと土の中にいた森田さんがなんでこのパチスロの方にグワッと入り込んできたのかなって。いや芸人ってやっぱパチンカス多いんですよめちゃくちゃ。あ、そうなんですか。みんな暇なんでパチンコやるんですよね、うん、で負けまくってて、うん、このまま負けてて金減らして芸人としての収入なくてアルバイトばっかやってて、うん、何の意味もないなと思って、それやったらパチスロのなんかネタをSNS が今いろいろ普及してるんで、うん、時間空いてるしやってみるかってことでやり始めたのが最初ですね、うん、それが何年くらい前ですか。それが2年経ってないぐらいですかね。じゃあ芸人として3年目の頃にはもういろいろやってみようかと。そうですね、芸人の給料ってやっぱ芸人さんじゃない人は相場わかんないと思うんですけど、うん、400円とかですかね。月400円ですよ。パチスロのスタンド1枚も入れれないですから400円じゃやってられないですよこんなの。内訳はどうなの？何をどれくらいこなしての400円なの？あの僕みたいな売れてない芸人は吉本さんから、うん、あの毎月1本の確約したライブがあるんで。あるんだ、はい、月1のライブがあるんですよ。それに出てその給料が
言っていいかなこれ値段大丈夫じゃない、はい、あの500円なんですよ本当は。だけどゲーセン徴収で1割引かれて460円明細にゲーセン徴収40円って書いて初めて見たっすその月1のライブっていうのは、はい、あの渋谷とかってもう吉本でやるってこと？そうですね、渋谷とあと今神保町っていう漫才劇場が若手の劇場があるんですけど、そこでライブするんですけど。そうだよね、渋谷にあの本当若手専用のくらいのあるもんね。そうですそうです、あそこでもう、まあ言ったら僕みたいな売れてない芸人がもううじゃうじゃいるんですよ。何千組もいるんでえ、ってことはそのライブとか出てた時は、はい、東京で活動してたの？あ、そうですね、東京でやってました。あ、今は どこでメインなの？あ、一応住んでるのは東京なんですけど、うん、あの月の半分愛知県行ってます東京の人なの？はい、あの新幹線多分年100何回乗ってますなんかイメージでめちゃくちゃ愛知の人なんだろうなってイメージがあったけど。イメージあったっすか？だって花花専業だからね。あ、まあまあまあそうですよね。でも東京住んでるの？東京に住んでます。いろいろと剥がれてきそうだな、いろいろとこれ以上は、ね、聞かないでほしいんですけど、はい、ここまでです。ここまで、ここまで、ここまで言えるのはここまで。一応ここまでです。いろいろ複雑は複雑なんですけど、まあ楽しいっすね。パチンコ好きなんですよ、やっぱ打てるっていうのは、ね、うん、いいことですけどね、うん、僕 SNS やってなかったらゆうちゃろさんと話すことも多分なかったと思うんで。そうですね、正直、うん、クリさんとは全く別の方向ですね。クリさんはバー売れて、うん、そうですね、解散してこっちに来たけど。いや、クリさんレジェンドっすからね、うん、レジェンドだ、すごいです、あの人、うん、あんなに芸人で売れてる人もそうそういないですし、こっちに来ても売れてるじゃないですか、うん、クリさんはね、相方さんもね、まだ地上波でもう一線で活躍されてますからね。いやいや、なんなら世界出てますからね。だからあんまりそういうもうレベルの違う人の話をしないでほしいです自尊心が削られていく。もうどんどんメンタルやられるんでそんな話ばっかりしてるそんな感じのゲストですけれども、よろしくお願いします、はい。とりあえず機種の方行くとどうなんですか、このデュオは。オキドキデュオ、デュオは賞味そんなに売ってこなかったっす、うん、花々選挙として来店始まってからは、うん、オキドキゴールドがやっぱ出てきたので、うん、花々取れなかったらオキドキゴールド行くっていう、うん、じゃあ全く分からないわけだ。ほぼ分からんと言っても過言ではない。ほぼこれって、うん、あのモニタが一応オキスロの魅力を伝えるみたいな番組ですよ今日は。そうですね、一応建前はそうですね、はい、伝えれないです投げたの、もう投げたの、はい、だから楽しみましょう今日は。保険置いたぞこいつ早い段階で保険置いてるぞ2人で両番取るって約束でしたやんお前何してんすか本当に。お前ざけんなよ370スロットの総台数より低い番号引き上がってよ。俺言うても120番俺引いたかな。120番でずっと待っててくれたわけですよね僕。そうだよそうだよ、まだ選べたんだよ俺はよ。あー今来ました、今来ました、今来ましたよ。よろしくお願いします。お願いします。ワンチャンある、ワンチャン。マジマジワンチャンないですって、絶対ないですって。見よう見よう見よう、俺もねこのデュオはそんなに詳しくはないんですけど、はい、とりあえず、はい、朝一これリセットかかってれば1回目のボーナス絶対シーサランプのシーサ入る。そうですよね、うん、入りますね。絶対こっちです。左点滅か点灯ですもんね。そうです、うん、こっち来たらもう苦しい、苦しいですね。そう、今日これだけでも覚えて帰ってください皆さん。お気づきでは朝一左出ればとりあえず続けろっていう、それだけです。でもうあれですよ、リセットのゲーム数近づいてますよ168くらいだっけ168あのたわいもない話しとったら2人とも120とかまでいっちゃってますから。でも昨日さ、これリニューアルオープンだったんだよ。らしいですね、で、はい、めっちゃ出てたから杖でもワンチャン。あ、そうですね、確かに確かに、うん、っていう恵まれてる状況ではあるよ。実際その花々専業の森田っていう、ね、名前をね知らなかった身からすると、はい、なんとなくは知ってたんだよ。めちゃくちゃ若い子に人気の子がいるっていう聞いて。あ、本当ですか。で、花々専業の森田だよって聞いた時に、はい、あ、この人はじゃあパチプロなんだなって普通思うって。まあまあまあ確かに普通な名前に専業ってついてますからね。そうと思うじゃないですか。思ってた。僕養分です死ぬほど養分です。どんな中間でも全ツッパそういう人なん。花々が好きなんでね、やっぱ、うん、その中間でも勝負楽しいんですよやっぱ、うん、中間でも出るやつ もちろんあるわけじゃないですか、うん、それやってたらどんどん金なくなりました。てっきりもう花でもベル数えるわ、もうスライドで7揃えれるわみたいな、はい、スライドで毎ゲームスイカ狙ってますみたいな、そういうタイプかなと思ったけど。あ、狙ってはいますよ。狙えるんだ。あ、そこはやります。あ、それはできるんだ。ああ。え、てかそんな愛知の常識じゃないですか。なんかやれないやつみたいな思われてるのが心配俺さ、この前愛知でさ、はい、来店実践があって番号悪かったから久々に花々打ったの。そしたら周りがみんなうますぎて通常時みんなこれでスイカ取るわけじゃん。あ、取りますね。え、当たり前ですから。あ、それ当たり前なんだ。当たりますよ、当たり前です。何を驚いているのかちょっと僕意味がわからないです。俺ビッグ中にスイカこぼしちゃったの。何してんだてめえよお前
なんでお前生き残ってんだよ今よ。あいつでやったら殺されるぞそんなことしてたら。え、なんで生きてるんですかこの人。その雰囲気をバリバリ感じた。愛知のね、花の島、殺伐としそうですよ。殺伐として怖かったんだよ。だからその僕の動画から見始めた人で鼻打ってない人とかもいるんですよ、うんうん、え、流しで撮った追加奇跡追加じゃないですか今。びっくりしたわ。これ光らしたらな、すごいな、40分の1くらいか。はい、さすがにね。そうで、鼻を打たずに森田を先に知った人とかが、うんうん、じゃあ鼻打ってみようってまあなるわけですよ、うん、そういう時に、うん、愛知の殺伐とした感じを僕が言いすぎて、うん、打つの怖いみたいな。なかなか踏み出せません。悪影響を及ぼしてるかもしれんな。ラーメン二郎のコピペみたいになってんのね。そうですね。コール言えるから怖えなみたいな。できるやつのプライドというかなんか、うんうん、圧すごないですか。ああなんかね、僕あれですよ、うん、ゆうちゃろさんのことも知りたいんですけど、うん、いやそれはまあ大していらないと思うけどね。あ、いらないですか。じゃあやめときましょう、うん、ちょっとは聞いてくれや。ちょっと聞いてほしかったもん。いらないって。ちょっとは軽く掘ってみよう。あ、軽くちょっとだけ出てくるかも。僕あれですよ、あの友達が、まあ、パチンカスの人が、うん、今日ゆうちゃろさんと僕収録なんだって言ったら、うん、え、あのゆうちゃろさんとマジでみたいな。あら、いい人。レジェンド感。あのゆうちゃろさんとみたいな。嬉しいな、そんなこと言ってくれるんだ。歴は経ってます、やられてから。パチンコ業界は8年目ですね、動画で言うと。そうです、そうです。8年で言うと、このパチスロ業界的には長い方なんですか、うん、いわゆるパチンコパチスロの情報ってさ、発信できる人が雑誌のライターさんしかいなかったのが YouTube 出てきて、シーサさんとか、ジロー君とか、うん、あとヤルオさんとか出てきて、まあ、そこを第二世代というよ、うん、ライター第一世代、動画の人が第二世代、はい、で俺その第二世代のギリギリ、ま、滑り込んだの、あそこに。なるほどなるほど。でそれがある程度長く続いて、次出てきた第三世代的なのが、はい、それこそ森田君とか。僕第三世代じゃなくて、うん、8.7 世代です。一人ちょっと守る。ごめんなさい、続けてください。第3世代括弧 8.7 世代、はい、ね。あ、僕第3に入るんですか。第3っていうのはいわば媒体とか所属しないで、いわゆるその個人で発信できる時代になって、なるほど。そこで売れた名が出てきた人たちが森田くんですよ、第3世代、でも俺追えないの、もう多すぎて。 その中で一人こう頭角抜けてる人がいるっていうのが聞いてたんで、はいはいはい、それが森田だったってことですか。それが森田だったんですよ。それが森田ですよ。ただ芸人の方では死ぬほど売れてないです。ゴミ扱い。当然さ、芸人のさ、その若手の中でもさ、いや森田うまいことやったなってなってんじゃないの。いやー、知らんと思いますみんな。あ、そうなの。はい、僕芸人赤のツイッターと、うん、パチスロのツイッターは分けてるんで。あ、だからあれサブってなってんだ。あ、そうです、サブ赤ってなってるんだね、パチスロの方。サブ赤が今、うん、フォロワー5万1000ぐらいなんですけど。そうだよ、5万いってるよね、はい、あのメインアカウントの方3000人。いや、ペナルティ、ペナルティ。もう、もったいねえだろ、お前。そんなよ、変則しましたって出てんだろ。こんなこんな話してる間に、はい、2人とも170。超えたね。パチンコユーザーも、少しは、ほんわかフォローしてやれよ。じゃあ、芸人としての方は、まあ、まだまだこれからってとこだけど、パチンコの方、忙しそうだからな。なかなかな、そっち行くのも勇気いるよな、また。もちろん芸人の方で売れたいんで、うん、こっちも頑張りつつ深くやれたらいいなっていうのが一番理想なんですけど、そううまくはやっぱいかないんで。二足はね、言うほど甘くないよね。そもそも最初僕、うん、あれなんですよ、パチンコパチスロのユーザーをお笑いライブに呼びたくて、こっちでファン作ろうと思ってやり始めて、うんうん、ある程度見てくれるようになって、みんなが、うん、お笑いライブにこう来てくれる人もちょいちょいおるんですよ。なるほど。結構それは嬉しいことで、それをどんどんこう今後増やしていけたらなって。なるほどね。ネタとかの発信っていうのは、はい、今 YouTube よりも TikTok とかってやってんの。あ、インスタとか。いや、 YouTube が多いっすね。あ、 YouTube 多いんだ。最初僕 TikTok から始めてるんですけど、おうおう、一応やっぱりでもまだ YouTube の方が見てる人多いですね。あ、そうなんだ。な感じします。芸人さんやっぱすげえなって思うんだけど、はい、どれだけ売れてなかろうと、はい、やっぱりね、普通の人よりも圧倒的にうまいのよ。あ、喋りがうまい。うまいうまいうまい、面白い。いや、あの喋りうまかったら売れてます。それでもよ、それでも一般の人と比べたら圧倒的にうまいのよ。まあまあまあ、その養成所とかも通うんで、やっぱその部分のアドバンテージがあるだけだと思いますよ、やっぱ。ああ、そんなもんなんすかね。全然一般人の方がおもろい人とかいっぱいいますしね、正直。あのね、喋れんのよ、当然。当たり前だけどさ。なるほど。普通だったらやっぱこうモジモジしちゃうのよ。ああ、はいはい。そこがやっぱ芸人さん爆発踏んでるなって思うのね、本当に。モジモジしてる芸人は100売れないですか、そもそも。
芸人やめろって話だもん、ね、いやいや内心来たって話だから。この前自分の媒体でオーディションを行って、え、演者オーディション、そう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 、やってるんですけど、はい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 、芸人さん結構来てくれんのよ。あ、そうなんですか。そうで、関東東京で売れてないそのジャグラチカオさんっていう、ジャグラチカオ、あなたの敵かもしれない、ね、ごめんなさい、うん、おいお前ジャグラーの話で切れようとしたのに、ちょっとこっちのせいで切れれんかった。カットしてください。使ってくださいね。ジャグラーチカオ、そう、ジャグラーチカオっていう、なさすぎるな、そいつ。45歳ウーバーイーツをしながらジャグラーを打つという生活をしてる。めっちゃおもろいっすやん。売れない芸人さんがいまして。それおもろいっすよ、うん、どうかなって思ったんだけど、やっぱりね、はい、面白いのよ。あ、やっぱそうですね。やっぱり芸人さんすごいなって、リスペクトがすごいあるわけ。え、その方が採用されたんですか。採用はまだ決まってないけど、オーディション番組にとりあえず出るっていうとこまでは。なるほどなるほど。そう、45歳ウーバージャグラー、そう、朝一ウーバーイーツをして、ウーバーの金で夕方からジャグラーを打って、めちゃくちゃおもろい、出たら続行、出なかったら夜もウーバーをやるっていう生活をしてる既婚者の45歳。既婚者既婚者でもね、水曜日のダウンタウンとかに本当にちょい役で出たりとかしてるんで、やっぱりバカス踏んでるんですよね。いや、それは強いっす、うん、だからカメラ回った時のその瞬発力やっぱり違うなって。それはすごいっす。面白いんだよ。その水曜日のダウンタウンに仮にもちょっとでも出演してるって時点でかなりすごいっすか、うん、あ、そのやっぱ売れてない何千組からするとレベル違うっす。違う、はい、なるほど。おい、ありがとうございます。あ、もうすぐ飯ミスった。241ゲーム。俺マジで聞きたいんだけど、はい、高速飯楽しいんか。いや、進むためにやってるんで、まあ、楽しいとかじゃないですよ。それ見て隣の人が萎縮してくれれば僕それでいいんですよ。それでやってるんか。当たり前ですよ。マナーみたいなとこありますけど、ね、うん、高速飯はマナー、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 はい、だからあの食事食べるときにいただきますって言いますよ、うん、鼻打つとき、7取れるとき高速飯一緒っす。え、じゃあ俺はマナー違反者なの。マナー違反者、マナー違反者だから。どういう教育を受けてきたのかちょっと分かんないんですけど、プレイものです。うわ、俺光ったら絶対普通に押してやるわ。絶対普通に押すわ。あの沖ひかるさんも同じこと言ってました、うん、ツイッターで見たわ、やってたもんね。沖ひかるさん、あのわざとゆっくり押します、うん、あ、そう、俺嬉しい、俺間違ってね、俺こんなやつと一緒に来てほしくね。めっちゃうるさい。とりあえず来ましたね、バンプマジ怖い。左点滅、左点とお願いします。あ、2枚目、はい、財布で押して。なんてめえよ、腹立つわこいつ。ガチで腹立つんだけはやめてください。メンタル強いのか弱いのか分からんね。さあ、お願いします。よし、いい感じ。今ピンでやってるってことは、はい、R1 とかそういうのも出るんですか、はい、あの出ました。出た、R11 月にあったんですけど、うん、渋谷の会場であったんですけど、うん、1回戦でタコ滑りしました。空調の音しか聞こえてこない。ネタ自体10個ぐらいボケ作ってやったんですけど、ゼロ受け。それはパチンコパスロのネタにしたの。いや、これが、うん、あの普通のネタでいこうと思ったんですけど、うん、やっぱ僕パチンコパチスロが色だと思って、うん、僕の色だと思ってパチンコパチスロのネタしたんですよ、うん、僕の前の人が、うん、めっちゃポップなネタしてて、うん、お客さんうわーみたいな、うん、でその方受かってたんですけど、うん、これ会場温めてくれて僕受かるわと、あの受けるわと思ってたら、うん、どうも森田です、お願いします、僕パチンコが好きでねっていう最初の導入、うん、行った瞬間にみんな睨んできてる。え、こんな空気変わることある。女性の方多いんですよ、お笑いのお客さん。はいはいはい、で女性ってやっぱ、うん、あんまりねパチンコパチスロ触れないから、うん、嫌悪感抱いてる人も多いんですよ、うん、やらない人からしたらね理解できないからね、これはね。だからパチンコパチスロのこともやりつつ芸人でも売れてる方とかって本当にすごいなってめっちゃ思います。なるほど。タコ滑りして1回戦敗退で終了と。あ、終了です。終了と。その日から今日まで記憶あんまないですよ。大きな傷ができてまだ癒えてないんだね、傷が。で、なんか、うん、どうでもいいですけど、昨日僕オキロキゴールドで10万4000負けてるんですよ。だから記憶飛びました。R1 でえぐられえぐられて、オキドキでもえぐられ、はい、出血がひどいな。ひどいっす。はい、ありがとうございます。おめでとう。ベチャルの77ゲーム。
あゆうちゃろさん1回も当たってない。今450です。いやー俺まずいなこれは。これ800いきます。マジで昨日10万負けて、はい、今月の収支はどうなの。10万買ってたんですよ、うんうん、それが全部飲まれました。ああなるほどね。今月今4月14で今52万5000円負けてて。何を普通に言ってんすか。僕の話かすむんでやめてもらっていいですか。52万負けは月半分回ってねえのに。何で負けてんすかそれ。いや何やってもダメなの。そんなひどいことしてない。まあもう今日も露呈されてますもんね。そう今日は絶対ハナハナでまあ大丈夫だろうと思ってたらまあこれですよ。今日こそ大丈夫だと思ったの。森田が来るならじゃあ金ハナやと、はいはいはい、まあ、負けても2万やなと思って金下ろしてきてないから、ね、はい、2万5000しか持ってない。 今1万7000。そうゆうちゃろさんが ATM 行く動画撮りましょう。後ろから僕もついていきますわ。ATM ふざけやがって。2回目デフォルトでした。まあ、もう黙ってでももう仕事がわんさか来てギャランティーもたくさんいただき、いや言ってもそんな高くないですけどね。実践はそんな負けないなあ。もうネタ考えてる暇なんかないからなあ。いやらしいわこの人。もうこっちに特化した方がええよ。京楽吉本のもう一番のパチンコ演者になろうや。ちょっとやめてください本当ブレそう。明日に僕ツイッターとかで芸人辞めますって言っとる可能性あります。ゆうちゃろさんのせいですよそれだったら。まあなんていうんですか、いやさすがにそんなポットでうまくいく業界じゃねえぞみたいなちょっとプライドみたいなものはありますか。全くないね。ええー。だってパチンコパスル打つだけだよ。だから邪魔なのよ。何が邪魔。えもう組んじゃないって思う。ああ面白さで言ったら圧倒的に勝てるわけがないんだから。あもう来るんじゃねえ来るんじゃねえ。藤田ニコルパチンコの話すんじゃねえよ。てめえはテレビの方でやっとけよってこっち荒らすんじゃねえよ、はい、あの普通はそう思いますよ、うん、僕藤田ニコルに便乗して動画編集して2人の出演の CM 作りました。どういうこと。藤田ニコルがミスドの CM で、おうおう、あのマイザクラっていうドーナツがマイジャグラーに聞こえるみたいなのでパチンカツの中で流行ったんですよ。で藤田ニコルエマムとか6つじゃないですか。だからそのパチンカツの中でやっぱ認知度あるんでみんな盛り上がったわけですよ。そこに僕自分の姿を CM に当てはめて共演したみたいな動画を作って、あの藤田ニコル人気に便乗しようとしてました。隙あらばすぐでバズることをね、はい、考えるわけ だからどんどん来いと思ってます。まあでもああいうテレビとかって、うん、結構ライトなことやってるじゃないですか、うん、こっちは本格的じゃないですか結構。まあねレベルは違うと思いますよ正直、うん、確かに確かにそうだね。ああこれ完全天井コースやな。お疲れ様です。ああ本当にもう失敗したわ。あよかった。で俺はもう絶対にこうですこうです。レギュラーやこれ。いや俺押した方が面白くないって思うんだけど。まあまあそういう考え持つんだったらそれでいいんじゃないですか。ムカつくわこいつムカつくわ。まあ人それぞれあると思うんでね。昔ながらの人間なんで。そうですか。スライドがねほんとこう受け付けないのよ。あそうですか、うん、みんなスライドしてる中で俺絶対に押すもんね絶対に。まあそれはそういう方針でやっていけば別にいいと思いますよ、うん、僕は僕でやっていくんで、うん、あの後で言っとくわそこのディレクターに。あの二度とこいつ呼ぶんじゃねえってやべえ嫌われた。押すのいいと思います。早いなあ。こっちでこっちでお願いしますね。とにかく朝一一発目は左なら続行右なら32やめが定石です。おお52万負けの実力出してる。お前クソか。いやまあ、ね、一応まだ点灯は示唆ですもんね、うん、一応この番組自体はどれくらい続いてるんですか。これ長いんだよ4年くらいやってんじゃない。大人気番組じゃないですか。いや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 俺逆によう4年もやってくれるなって本当に心の底から思うもん。俺この現場世界で一番緩いパチンコ番組だと思ってて。どういうことっすか。この番組はね本当にもう自由度が高すぎるわけ。あ何やってもいいの。最高な番組じゃないですか、うん、だから続いてるんですよ。いや多分ね俺キャスティングもうめんどくせえだけだと思うんだよね。もうゆうちゃろさんでええやんみたいな。そうそうそう。だからこの番組が賞味跳ねなくても跳ねてもどっちでもいいってことですか。あ俺が。あいや店側は。店側あとねうーん多分いやいやまあさすがに跳ねてほしいと思いますけどそりゃ。まあでも太田さんそれくらい心が広いんだよね。いやいやすごいですよね。はい来た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 解き放チャンスや。
俺のイメージだとなんかハマればハマるほど来やすいイメージをない、なんかそんなイメージがあったんだけどな。まあもういや忘れ、もうかっけえってもう快適全く覚えてないんで、とりあえず 2V1 突破すれば、はい、もうそれでよしだよね。いけそうな気がする。いけそうな気がする。はい、あ次、俺覚えてないんだけど。いろいろ演出あります。ここでチェリーってどうなの？あれ？ここでチェリー。チェリー。ここでチェリー素晴らしいんじゃない？あこれ確定です確定です。うわ。マジで覚えてねえよ。さすがに熱すぎる。いやこれさ、ただ天国じゃなくてさ、行ってほしいんだけど、その上にドキ以上ドキドキ、うん、あ、こぼした。何してんだてめえよお前。あ、こぼしたじゃねえよお前。天国入れてる物体で何してんだ。欠損だぞお前。目が怖いのよ。コマ劇前で一人で喋ってるやつの目つきなんだよな。頭おかしいやつの目つき。これでプラマイゼロです。まだまだ。感想いくんじゃないですか。いやマジで行ってもらわないと困る。なるよ、ね。じゃあドキャナチャンス来ました。うん、普通に32過ぎててあ終わってたわと思ってたらドキャナチャンス来ました。ありがとうございます。